はい、こんにちは、速稼塾の久保でございます。暗号通貨市場が大暴落しているということなんで語っていきたいと思いますけども、まあこの大暴落ね、まあ、もう暗号通貨長くかかっている方はいつものことだというふうに感じてらっしゃるかもしれません。現在ビットコインが400万円台を割りそうですよね。ちょっと前まで500万円だいぶ大きく超えていたんですけども、まあこういうふうなボラティティなんですよ。でイーサリアムが20万円台に移るのももう驚かないでしょ。一時期はね50万円台に迫っていく勢いで、それから40万円台前後をうろうろしたんですけども、ついにね30万円台を割ってしまいましたということ。でイーサリアムはこれからね6月の末から7月にかけて、まあ、バージョンアップがありますし、なんかイーサリアムって今年ねかなり上がると思いますから、これ多分今回の下落ってのはどこまで下がるかは何とも言えないですけども、25万とかねぐらいになると思います。20万は割らないと思うんですけども、ただ仕入れ時期じゃないですか、最後の今年最後のこの20万円台ってのは、私はそのように見ます。ビットコインは400万円割ったら仕入れ時期が来ると思いますんで、まだ慌てなくていいと思いますけども、余剰資金がある方はねビットコインの購入考えてもよろしいかと思います。ビットコインもまだまだ上がりますんで大丈夫です。はい、で XRP なんですけども、だいぶ値段落ちましたよね。このぐらいになってくると私もねもう一回買ってもいいかなと思うんですよ。 XRP につきましては値上がりする可能性がかなりありますんで、しかも裁判開けたらこれ200円台までバチンと跳ねますんで3倍ぐらいになると思いますよ。得じゃないですか。で私の大好きなカルダノ、なんでやねんって感じですよね。ついに90円台を割ってしまいました。悲しい。カルダノ、これはねおそらくですよ、2つぐらい原因があってね、1つはねステーキングをされてる方がどんどん自国通貨にしてるんですよ、ステーキングの部分だけを。だからカルダノが付与されれば外に出て、付与されれば外に出てって感じで下がってるところがあるんではないかと思います。もちろん暗号通貨市場全体から様々な理由で資金が引き上げられてるっていう事実もありますよ。でもう一つの理由はステーキングをやめていく方が多いんじゃないかなと思うんですよ。さすがにねここまで価格が落ちるとステーキングがあだになってマイナスリザヤになる可能性あるんですよ。まあですんでね、ノクさんも言われてましたけども、ステーキングを引退しますっていうふうにね。ステーキングはこの価格差だと結構ね、痛みを感じることにもなると思います。危ないと思いますよ、そういう面では。さあ、これからね、どういうふうになっていくんですかね、暗号通貨市場。まあ、どんどん値下がりしてますけども、全然大丈夫だと私は思ってますけどもね。皆さんどう思ってます？危険ですかね？暗号通貨なくなっちゃいますかね、大損しますかね、しないでしょ、むしろこういう値が下がった時に買える人が巨万の富を得て、値が上がった時に売れる人が巨万の富を得るんですよ。多くの人は値段が上がったから買うし、値段が下がったら手が出ないしっていう、お金持ちとは逆の発想を持って暗号通貨に入ってるんじゃないですか。まあ、この感覚はある程度の経験があれば見えてくると思いますし、その経験の中には大きな資金を失っちゃったっていう、それも一つなんですよ。それが今回かもしれませんけどね。つまりは端的に言うと判断はできませんけどビビらないことということを言えますかね。もともと投資の世界に入るってことは資金がゼロになることを覚悟するってことですからね。まあ自分の資産を投げるとか言って投資ですから、投げ込んだつもりで見ていきましょう。それでは以上です。